山本県の松本がこの表題で、発表を行います。目次はこのようになっていて、背景です。近年、電子カルテ化が普及して、2014年2015年比で、3.3% の増しで、電子文書電子医療文書が、手に入りやすくなっています。にもかかわらず、医療従事者においての負担は、この医療文書作成にあると報告があります。そこで、文書作成の支援が、求められているということに求められています。この医療文書作成支援の現状なんですけども、ツールとして2種類のタイプがあります。テンプレート型とリコメンド型。テンプレート型はアラーム形式のテンプレートを利用して文書作成を行います。もう一つ そのリコメンド型は入力文に対して次に続く文の順位付け候補集合が出力されるというシステムになっています。このリコメンド型の一つのワイズチェインというものがありまして、こちらについて説明します。このワイズチェインは、全体的にこのような、ツールになっていて、この右の画面に、文章を入力して、で左の 枠に その文に対しての継続文が生成されます。でその継続文候補リストから、一つ選ぶと、その選んだ選択された文が入力フォームに適用されて、新たな継続文が、生成されます。このワイズチェーンの、アルゴリズムなんですけども、文書の類似度を、ハッシュ値により、計測します。で文中の単語単位での、類似度も計算を行います。で、このワイズチェーンの抱えている問題としまして、一つの、入力文に対して、生成される候補数がとても多いことが挙げられます。あともう一つに、この生成される候補の生成される候補のが、入力文に対しての、適切性順位を見たときに、不適切な文が上に、ランクされるケースがあります。で、本研究の目的としまして、この、ワイズチェーンの、リコメンド機能の改善を行います。この改善には、継続文候補リストの生成において要求文を含めた順位付け候補リストの生成で、さらに要求文の順位を上位に持ってくるという、ことを目的として行っています。この、目的を、システムを作って、アプローチをかけました。で、そのシステムについての説明に移ります。このシステムとしまして、入力文が与えられたときに用語検出を行い、候補リストを作成します。で、その候補リストをそのまま出力を行います。で、このシステムが扱うデータについて説明を行います。今回扱うデータは医療文書になります。放射線画像より読影された診断書がメインとなっています。診断、ドキュメント数は1万3000文書で、1文書あたり平均10文
から構成されています。でこちらが診断書の例となります。こちらの例から分かるように、診断書の中身は、それぞれの、症状などの報告などが列挙されています。続いて、用語検出器の構築 について話します。用語検出、入力文を与えられた、与えられた入力文をまず最初に用語検出器にかけます。この、用語検出の必要性というのは、この先ほどの例を見ると分かるように、診断書のテキストは、医療用語が多く含まれています。でこれをテキスト解析に通すと、一般のテキスト解析ではうまく解析できません。と言いますのも、医療用語として、外傷性くも膜下出血などと、医療用語として、一般用語としてはあまり使われない用語が多いためです。で一般的なテキスト解析を使う と、このように、細かく噛み砕かれた、分割が行われます。そこで、この解析、意図した、分割単位で、単語を取るための方法としまして、解析辞書の拡張もしくは用語検出器の構築で、上の、解析辞書の構築、拡張はコストが高いために、下の用語検出器の構築に当たりました。用語検出器の構築は、系列ラベリング問題として捉えて、条件付き確率場で解くのが主流となっております。これは、以下のような文があった場合において一度、テキスト解析を行い、その細かく、分割された単語をが、どのような、用語系列になっているかを、確率で、求めます。で、今回扱うで、こちらを、この用語検出器を構築するにあたって、データを構築しました。それは、ランダムに2000文選び、その2000文に含まれる用語にタグをつけました。でタグの種類として、以下の、6つのタグを設定しました。で検証実験で、その2000文に対して十分割交差検定を行い、結果が、適合率として 92.5% 得られました。しかしこの、92.5% なんですけども、失敗例としましてタグ付与のミス、タグが付与されない、タグがオープンの状態、タグの揺れなどがあります。で続いて、候補リストを作成するための予測モデルについて話します。この予測モデルは、最初に基本となる用語モデルを、構築し、その派生として2つのモデルを、構築しました。それぞれ、順に、説明します。最初の用語モデルについてです。この用語モデルは、診断書例を見ると分かるように、各文に対して各文に、
医療用語が含まれているため、その医療用語の系列と系列系列によって、次に来る分継続分が予測できるのではないかという考えに基づいて構築しました。で、構築方法としまして、各文を各文に含まれる、用語を抽出して、でそれらを直接集合を取りました。そしてその直接集合から、用語バイグラムを抽出してそれぞれの、頻度を測りました。でこれを使って予測する方法と手法としまして、入力文に含まれる、用語を取り出したときに、その用語がバイグラムの1個目に含まれている場合、2個目の用語として2個目の用語が含まれる文を、候補とします。この、この手法において、入力文に複数、用語が含まれている場合において、それぞれで、バイグラム、直接集合を取って、バイグラムを作るんですが、最終的に得られる候補リストは積結合で、結合を行います。続いて、かかりおけモデルについて説明します。先ほどの用語モデルにおいての問題点を考えたときに、全文の、用語モデルは全文の用語のみを、見て、継続文を予測継続の予測を行っています。このため、同用語系列の場合は候補は一時的に定まってしまうために問題となります。その具体例としまして、例えば文例この 1,2 があった場合において、両方とも文例 1,2 の全文における、用語は新拡大だけとなります。そのためもし文例1の方が2より頻度が高かった場合において、入力文が軽度の新拡大を認めます、で、ユーザー側が心不全の可能性がありますという文を求めているのにかかわらず、心不全を疑う所見はありませんという候補が、候補リストの上位に来ます。そこで、この解決方法としまして、私が考えたのが新拡大、先ほどの文例 1,2 を、に対してかかりおけ解析を行い、それぞれで得られるかかりおけ解析かかりおけ関係の、狂気頻度を取得し、それぞれの頻度を取ります。で、予測方法としましては、用語モデルと同様に、これらが含まれる文を候補リストとします。続いて、トライグラムモデルについて説明します。用語モデルの問題点、先ほども、言いましたように、心不全を、ですね、同じ、用語が含まれている場合において、頻度が高い方が、候補として挙げられるため、一時的に定まるという問題があります。これを、かかりおけ関係とは別のアプローチで解く手法を考えた際に解決案として、その事前の文を見て、継続文をの違いを見てみました。この文例を見ますと、肺炎を疑う所見は目立ちません、心不全を疑う所見はありません、胸水を認めませんというふうに並んでいる文と、軽度の心拡大を認めます、心不全を疑います、心機能を評価してくださいという
文があります。この心不全の単語が後に来る場合を考えたときに分例1の方が頻度が高かった場合においても、その事前の文が肺炎なので、心拡大心不全という並びの、とは、分類1の場合において、心不全を疑う所見はありません。で、2分目が、心不全を疑います。で、これらを、用語モデルと、解く場合においては、胸水の方が頻度が高かった場合に胸水が上位に来ます。ですが、この、事前の分を見る、モデルを構築すると、その事前の分の並びによって、3分目が定まるために、心不全だけに依存するようなことはないと考え、モデルを構築しました。と構築方法は、用語モデルと同じ同様に、バイグラムを取るところをトライグラムを構築、抽出し、トライグラムの最後の項を予測対象の用語としました。あと予測方法に関しては、用語モデルと同じで、割愛させていただきます。でこれら3つの、モデルを用いて実験を行いました。で、その実験の、方法と評価方法ですけどですが、方法は十分かつ交差検定を行い、評価方法としまして、逆順位ランク MRR を利用しました。で、カバー率とこれは、全分数に対して予測出てきた分数で、この最後のインウィンドウカバーレートは、そのツールの、ツールが列挙できる候補数が、25件として、その25件のうちに正解分が含まれているかどうかを、考慮した、評価方法になります。で結果がこちらになります。で、この用語モデルと、まず最初に用語モデルとかかりおけモデルの比較を行った場合において、かかりおけモデルが、MR ランクにおいて、用語モデルより、悪くなっている。これは、ということと、まあ、カバーレートにおいても、劣悪になっています。このため、かかりおけモデルは、失敗している。ことに言います。と言えます。ですが、この用語モデルとトライグラムモデルを比較した場合において、トライグラムモデルの、MRR ランクは、向上している。1に近づいている。ということで向上しているということが言えます。さらに、カバー率も、向上しており、インウィンドウカバーレートも向上しております。でこれらの結果を、グラフにしてみました。で、これは X 軸が、一致した分のランクになっており、縦軸が、それぞれのランクでの一致数になります。で、このグラフから分かるようにトライグラムが、
トライグラムが、一番よく予測がうまくいっているということが言えます。考察です。用語モデルは、候補者候補出力は、できてはいるんですけども、これは、そうですね、全体として一時的に全部、全文と構文で一時的に決まる文が多いためかと思われます。ですけども、トライグラムモデルの結果のを見ると、用語モデルより、トライグラムモデルの方が、向上している、もう一つの係り置きモデルについては係り置き解析が、失敗しているためにあります。修士論文の発表会までに、用語抽出機の改善と、既存ツールとの比較、係り置き関係モデルの改善、そして、範囲モデルの構築を行いたいと思います。以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。